ですね。どうもです。おお、よしよし、しっかり背筋伸ばして、いっぱいとまだ足を上げないとダメですよ。そもそもビーズが半端ないですね。千葉さん、後ろ下がって頭抜きましょう。頭を起こせ、頭を起こせ。そう。手前に出して、ベース作っていきましょう。帯のあたり持って。そう、いいですよ。膝をお尻のとこに当てましょう。膝を一本お尻。自分のバランスしっかり考えてね。手前出しすぎないで。その後気をつけて。膝相手の足プレッシャーかけて、膝プレッシャーかけてね。割れる時は割りましょう。そう、ベルトベルトの位置。下つかない、下つかない。そうそう、頭起こして、頭起こして。常に神経足したらチャンスがあったら足を上げてね。今肩を外してしっかり。よし、今手前出しすぎない。一回帯の位置まで戻して、そう。手で突っ張ってから。斉藤さん、動いてく。もっとそう、上の方へ持ってくそう。膝入れてこう、膝。肘で。腕流さない。そう。バック狙ってるよ。相手バック狙ってる。バック狙ってる。正面。一回抱えちゃってもいいし。バランス取って。斉藤さん、プレッシャーかける、プレッシャー。止まってない。ガード割りに行こう。一回割りちゃえばフェスに入れるから。頭上げて。そう。内かましが面白い。相撲ですか。相撲時代の癖が。立っちゃう。救われない。足救われない。そう。よし、切れるよ。体重かけて。肘で。その手流されない。登ってくるよ。よしどっか持って。よっしゃ、バック。しっかり。反対。もう一丁バック。押して。今度右に行こう、右。締めてる。斉藤さん、止まらない。止まるか、閉まるか。足動かせ。相手こかせるのも考えてね。体重預けて。ちょっと中に。あろう。すいません、いいよ。確かに。どっちかって。伊沢さん、何も入ってないから、点数、両方。斉藤さん、ラスト頑張りましょう。伊沢さん、相撲でいいっすよ。出しちゃう、もう。斉藤さん、前に3つ取ってこ、前に3つ取っていきましょう。前に3つ。小町。
バックボーンを生かして、はい、よっしゃー、おーい、おーい、よっしゃー、おー、すげえ、ハラバイハラバイ。よっしゃ。よっしゃ。うわ。